はい、ゆかです。今回はですね、ちょっとワードプレスのことで、ご質問をいただきました。いただいた質問なんですけども、ワードプレスのこのサイトですね、表、こういうふうに、作りかけの時でもこんな感じでね、サイトが表示されてしまうのを、保護をしたいというか、ここを見せないようにしたいという方からご質問いただきましたので、その方法を解説していきたいと思います。ということで、ダッシュボードに入ります。で、表面ですね、今メンテナンスですよっていうのを表示させるにはプラグインっていうのを入れていただくとすごく簡単にできますということで、プラグインのところを開いてもらって、でここからですね、プラグインの追加、新規追加で追加画面開けていただいて、ここのプラグインの検索のところにワードプレスメンテナンスモードっていうプラグイン名を入れてください。でこれを入れていただくと、ここに出てくるやつですね、このマーク、他にもいろいろ出てくるけど、こっちですね。これをインストールしていただいて、で、あとこれを、ここが有効化に変わるので、有効化していきますね。これ有効化すると、このね、メンテナンスモードっていうのが、設定に入ってきます。ここ。設定のここに入ってくるので、これをクリックしていただいて、で、メンテナンスモードの設定なんですけど、ステータスっていうのがあります。ステータスの有効化をしていただいて、あとはこれで変更保存しますね。するとどんな感じになるかというと、今自分で見てるのでメンテナンスモードにはなっていないっていう感じです。ちょっと別のところで開けますね。ちょっとサファリの方で、先ほどのサイトを開けてみます。でこんな感じ、メンテナンスモードっていうのが出てくるようになりました。でこれだけなんですけども、これだとね、結構寂しい感じですよね。メンテナンスモードっていうのが。っていうことで、もう一度ね、メンテナンスモードの設定にちょっと戻りたいと思います。設定のとこからメンテナンスモード開けます。で、ここからですね、デザインっていうのがあります。デザインがあるんですけども、デザインのところでテキストの入れ替えはできます。こんな感じね。今出てたやつ、ご不便おかけします。で、これテキスト変えてもらってもいいですし、あとは、ここですね、背景、カスタムカラーっていうのがあります。で、なんか背景をですね、自分で好きなのを入れることができます。こんな感じ。で、設定保存しますね。で、どうなってるか。こんな感じで、見ていただくとわかるんですけど、背景も入る。もうちょっとこう、寂しさがなくなってくると思うので、こんな感じでオリジナルのメンテナンスモードっていうのができるので、もしね、今ワードプレスまだ立ち上げたばっかりで、あんまり表示させたくないなっていう方は、メンテナンスモードっていうプラグインを入れていただくと、こんな感じでメンテナンスモードで表示させることができるっていう形になっております。メンテナンスモードなんですけども、必ずですね、サイトをちゃんと作り終わったときは、ここですね、今有効化になっているところを無効化に変えてあげてください。で、変更保存しないと、サイトがですね、ずっとメンテナンスモードの表示になってしまうので、もうこれで公開していいよっていうタイミングで、必ずここのステータスを変えるということを忘れないようにしてください。という感じで、今回はですね、ワードプレス、今立ち上げたばっかりの方が、あまりこう、表立ってね、自分のサイトを表示させたくないっていう時に使えるメンテナンスモードのお話でした。ということで、以上です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。